現代音楽の作曲家イーガルさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まずは1曲チラッと弾いてみていただけますか。わかりました。じゃあ、有名な映画をざっと説明する組曲というのがありまして、その中からざっと説明する組曲、はい、組曲、風の谷のナウシカ、はい、はい、お願いします。でっかい虫怒る、でっかい虫走る、パンチラの女が虫をなだめる。すか？はい、はい、いやでもこの感じの短いやつ多いんですよね。めちゃくちゃ多いです。だから僕あのライブハウスとか出てると、はい、あのライブハウスって曲目何曲くらいありますかとかセットリストを書かなきゃいけなかったりするんですよ。通常ね何分間とかって感じなのに、はい、何秒だったりするもんね。30分とかあったら50曲くらいになっちゃうんで書けれないんですよ。はい、すごすぎ。いやいやいや、うん、はい、でもこれ組曲なんですね。はい、30曲くらいありますね映画。そっか、はい、か映画シリーズでかいつまんだ感じのギュッとしたやつもあれば、はい、本当に笑える曲もあれば、はい、であとね私結構好きなのがあの、うん、いろんなミュージシャンアーティストさんたちの曲を似通って作ってるパターンのやつ、はいはい、作曲法ですね。作曲法、そうそうそう、はい、あれも大好き。ありがとうございます。あ、どれか一個紹介してもらってもいいですか。いいですよ。じゃ あ、はいはいはい、1990年代後半の、はいはい、小室哲哉プロデュース作品の傾向と対策っていうのをやってみたいと思います。お願いします。はい、いきなりサビが来る、同じメロディ繰り返す、強引にサビ終わるとずんどこずんどこリズムが鳴る。サビがいいは言葉が多すぎてもはやラップと変わらない。イエーイ、際限なく繰り返される同じコードに文法間違えた英語で織りなす TK ミュージック。いきなりサビに戻る、同じメロディ繰り返す、繰り返し終わったらびっくりするような転調する。金切り声で同じメロディ繰り返す、メロディ繰り返して満足したように終わる。サモンナクはフェードアウト、サモンナクはフェードアウト、サモン…自力フェードアウト、ありがとうございました、はい、普通はこれね、フェードアウトは機械的にやるんですけど ね、はい、自前フェードアウトをしていただきまして、そう、だから本当にいろんなアーティストさんの曲をギュッと、はい、そうですね、やってますね、はい、面白いです。こういうのこれもやっぱりシャワー中ですか、思いつくのって。そうですね、シャワー浴びてる時が多いですね。もともとは僕どっか九州かなんかの仕事の時に、うん、3ステージ30分やんなきゃいけないのに東京に全部楽譜を忘れちゃったことがあったんですよ、はい、やばい。そう、めちゃくちゃやばくて、やばいと思いながら、有名な曲をうろ覚えで弾くっていうのをね、うん、あの3ステージやり続けたんですよ。地獄だ。でその時に、うん、有名な曲ってなんだろうって考えた時に、うん、あ、小室哲哉とかで、あ、どんなんだっけ、特徴どんなんだっけって言って、はいはい、ながらなんか、あ、曲になるかもって、はい、そっか。やっぱりそれぞれのアーティストさんごとの癖というかね、めちゃくちゃありますよ、コード進行の癖とか、うん、うんうんうん、なるほど、はい、ちなみにお好きなアーティストさん1位とかって言うとどなただったりします？あ、難しい。めちゃくちゃ難しいし、すごくマニアックになってしまいそうな気がするんですが、はい、あ、突然振っちゃった。日本の人でもいい？うん、もちろんもちろん。僕は一番好きなのは八代亜紀さんです、ね、いやびっくりそこへ来るんだそう、それはなんか理由があるんですか？いや、歌がいい。そうなんだ。いい歌めちゃくちゃ多いなと思ってます。あとは松崎直美さんとかも好きですけど、うんうん、渋いとこ来ますね。そうですね。それか米津玄師さん。あ、いきなり飛びますね、
あいみょんさんも好きですよ。あ、でも、はい、あいみょん作曲法も米津玄師作曲法も確かありましたよね。ありますあります結構ちょっと、はい、ちょっとなんて言ったらいいのかな、斜めな感じのね。いやもうすごい好きです、うん、はい、そうだったんだ、うん、じゃあやっぱりあのそういう方たちの影響っていうのは受けたりしちゃうもんなんでしょうかね。なるべく影響を受けないようにとは思ってるんですけど、うん、あの流行ってる曲は聴くようにしてて、はい、っていうのは流行ってる曲を聴くことで、うん、それをしないことができるっていうのかな。あ、はい、あえてそこ外すみたいなね。そうそう、だから今みんなこういうことやりがちだなって思ったら、うん、それをしないことで、はい、自分らしさが出るんじゃないかなと思って、その社会的な影響が自分にない音楽を作るときにはそういう風にしてます。そっか、でもそれってやっぱり知識というか技術というかそういう下敷きがあるからこそ避けられるんですよね。はい、やっぱ作曲はほぼ技術だと思います、うん、技術なんだ、うん、へえ。でも生まれて初めて作曲した曲とかっていうのは覚えてたりします？ほとんど覚えてないんですけど、多分ね小学校3年生か4年生くらいの時に作ってた、書いたと思います。全然覚えてないです。いや、それはピアノで？そう、多分こんなんだんですよ。多分こんな感じだったような気がする。小学校3、4年生でそんなの書いちゃうの？そう、こんなだった気がします。ちょっと覚えてないんですけど、確かこんなです。そっかそっか、うん、イーガルさんって、うんうん、あの子供の頃からピアノを習ってた？いや、習ってないですね。習ってないのに弾けちゃうの？あの好きな曲だけ弾いてました。だから僕あの楽譜ちゃんと読めるようになったのって中学入ってからなんで。いや、すごい。いや、そうなんだ。そうなんです。親がピアニストとか作曲家だったんですけど、はい、あの親が教えてくれなかったんです。なんか音楽家なんかなるもんじゃないとか言って。でもなっちゃったのね。なっちゃいました。そっか。そうなんですよ。でもやっぱ血筋ってもんなんでしょうかね。教わらないでもできちゃう。どうなんでしょうね、わからないですけど、うん、私はバイエルの赤一冊割って黄色の頭で終わっちゃった人なんで、はいはい、全然ピアノは弾けないんですよ。そうですか。でも別にバイエルやんなくてもいいと思いますよ。うん、あの順番なんかもしかしたら間違ってるかなって思うんですけど、うん、なんかそんな気はしますよね。好きな曲やるのが一番ですよ、うん、でおまけにですね、楽譜は読めないんです、うん。あら、中学の時ブラスバンドに行ったんですけども、なんで読めないんですか？読めないんですよ。おかしいですよ。だからなんか耳で覚えて適当に吹いてて高音が出る、高音のパートになると、うん、異様な音がしちゃうんで、そこだけ自主的にお休みするみたいな。そんなダメですよ。そう、うん、音楽にはめちゃめちゃ憧れを持ってるんですけど、はいはい、できないんですよ。いや、でもみんな多分何にかしらできるんですよ。そうなのかな。去年の年末にね、どうしても声出したくて、うん、清里の森の中に行って、うん、あーだのおーだのうーだの言って声出してきたんですけどね。いいじゃないですか。めっちゃ楽しかったです。いいじゃないです。そういうことやっぱ必要ないですよ。なんかね、うん、仕事とは別に自己表現っていう趣味を持つっていうことが、はい、めちゃくちゃなんか生きていく上でその人にとって大切なことだと思うんですよ、うんうんうん、なんかその選択肢に歌うとか楽器とかってあったらいいなと思ってるんですけど、はい、うん、だから、うんうん、また清里言ってあーだのうーだの言ってください。そうですね、絶対それ楽しくて。そうなんですよね。お腹の底から声出すって、うんうん、カラオケでも意外としないんですよ、はいはいはい、うん、だからもう誰の目も気にせず、うん、勝手な即興で音出してくるっていうのは。いや、いいじゃないですか。楽しかったですね、うん。そう、何せ私音痴なものですから、うんうん、その通りに歌いなさいって言うと。今やってくれたりとかしないんですか？今やれませんよ。なんですか？ダメですよ。ここにピアノがあるのに。いや、私の声なんかじゃちょっとね、歌声では、いやいやいや音波電波を汚したくないぞという感じで、はい、いや、だからでも本当に、ね、弾き語りができるっていうのは私にとってはすごい夢の世界であり、はい、あー、そうですか、うんうん、でイーガルさんみたいに即興で音楽ができたり幅広いタイプの音を紡げるというのは、はい、まあ、もう私からすると超憧れでございます。ありがとうございます。そんなね、うん、褒めていただいて。いえ、だから飯軽さんのライブ次回っていつなんですかね、うん、次回いつなんでしょうね。いつなんでしょうね。僕も一体な、あのどのように告知したらいいのか、そして来てくださいと言っていいのやら何なのか。本当よね。そう、だからもしリモートでやります。そう、だから興味を持っていただいた方がいたら僕のね名前を、うんうん、
検索していただくと何かしら出るんではなかろうかと、はい、はい、ねえ、だからいやすごい楽しみにしてたライブがこのコロナで飛んじゃってるんで。そうなんですよ。でもさ、はい、普通に考えてですよ、はい、エンターテインメントって不要不急なのか、あ、微妙な線ですよね。そう、でもやっぱりその娯楽のない生活を送ることって人にそんなにいいことなのかって思うと、そんな気はしないんですよね。絶対しないと思う、うん、だからなんか少しはねライブとかやっても、うん、僕たちが何かエンターテインメントなことをやっても、はい、なんか冷たい目で見ないでほしいなって今は思ってます。本当ですよね、うん、だって曲一曲で心がガラリって変わることってあるじゃないですか。やっぱりすごく音楽が持っている力とか、まあ、美術とか芸術ってそうだと思いますけど、やっぱり刺さる人には刺さるし、その人の人生を変える何かになる可能性があるものなので、はい、うん、本当にすごく大切にしていただきたいなと、ね、うん、ね、イーガルさんみたいに作る側もなさってる方だとお仕事は、ね、続いてるの で、はい、ちょっと安心なんだけど。そうですよ。でもやっぱり表現者っていうのは、もう本当に今回のこの一連は本当に地獄のような一年ですよね。ですよね、うん、アルバイトせざるを得ない方とか増えちゃってるんで、うん、いや本来は人を喜ばせるためにそうです、ね、パフォーマンスやら何かしていただきたいのに、うん、その手で、ね、なんかね、お料理作ったりとか。本当ですよ。それ違うだろうってなかなか大変ですけどね。うん、そっかそっか。でも、はい、本当に早く一刻も早く ね、この状況がなくなって、ま、もう僕たちも楽しんで舞台に立って、うん、お客さんも楽しんで見れる日が来るの、はい、もうすぐ来るの。お腹抱えて笑うから、ね、うん、ライブって、うん、もうぜひ ね、 そ、 うね、それで皆さん、はい、願っております。もっと元気になっていただきたいなと思います、はいはい、お待ちください本当に今日もね無理ってお越しいただきまして、楽しいお話を。朝寝坊するかも心配でございましたよ。いえいえ、はい、大きな楽器を持ってきていただきまして本当にありがとうございました。あ、はい、ありがとうございます。イーガルさん、ぜひまた機会があったらお越しください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。